舞妓より住まえ小川未明。舞妓の停車場に降りた時は夕暮れ方で、松の木に薄寒い風があった。誰も降りたものがなかった。松の木の下を通って、右を見ても左を見ても賑やかな通りもなければ、人の群がってるのも目に入らない。海はほど近くあるということだけが、空の色。 松風の音でわかるが、まだ海の姿は見えなかった。私は松並木のある長い通りを行ったり来たりして、どの宿屋に泊まろうかと思った。ちょうど一軒の一品料理店の前に赤い旗が下がっていた。その店頭に立っていた女に、舞妓の町はどのあたりですかと聞いた。女は寂しそうな顔をしていた。 町って別にありません。これが舞妓か。と私は思っていたより寂しいところであり、こんなところなら越後の海岸にいくらでもありそうな気がした。亀屋という宿屋の海の見える2階で寝転んで初めて海を見た。いつになくその日は曇っているのだそうな。こう女が言ったときよく自分は 南に来るたびに、その特色の景色を見ることができない。今年の1月、伊豆山に行った時も、雪が降った。また、舞妓に来ても、いわゆる、瀬戸内海の晴れた海を見ることができないのを、よくよく、運のないことと思った。目の下を、男と女と、二人並んで散歩している。二人は、海を見て、立ち止まった。潮風が、 二人の田元と裾を返している。さすがに避暑地に来たらしい感もした。夕飯の時、女は海の方を見て、今日は波が高いと言ったが、日本海の波を見ている私には、この高いという波があまり静かなのに驚かされていたくらいであるから、普段の海はどんなに静かであろうと疑われた。隣の部屋には、 髭の生えた男がいる。その次の間にも二、三人いたようだ。大きな宿屋は至って静かだ。ただ、海から吹いてくる風が開け放たれた部屋に入った。海はさながら鏡の表に息を吹きかけて曇ったほどにしか見られない。かの北国の海の上を走るような黒い陰気な雲の肩影すらなかった。 曇ってもああくまでで明るるい瀬戸内海は女性的である自然は広い、これも自然の有する姿の一つであると思えば、生まれてから暗い海のみを見ていた私は、自然というものの解釈が違ったようだ。酒を飲み尽かさないうちに、海は暮れてしまった。波はますます高くなったようであったけれど、出ている船の数は多かった。 全くそれらの船の影が闇の中に隠れた。伝統は禅の上の新しい魚の肉を持った皿に青く輝いた。奈良、法隆寺と海の遠いところの宿屋に泊まって、半分腐れかかった魚を食べさせられた自分は、舞妓の一泊を忘れることができない。闇の中を青い火を灯した蒸気船が通る。 カナダにいた赤い小さな明かりがいつか目の前に来ている。淡路島の一角に建てられた灯台の白い光が長く波の上に映っている。船の通るたびにその白い光は見えなくなる。あれまた船が通ります。と女はやはり海の方を見ていて言った。手すりによって 遠く、奇践の青い日の、寂しい、闇に消えてゆく方を見守った。どこへ行くのだろうと思われた。また目を転じて、こちらを見ると、ちらちらと、サリビのように、明石の沿岸の町から漏れる、ほかげが波に映っている。歩いて、妻へ行く途中、男がざるに、石竹を入れて、往来を来るのに出会った。 見たことのないような小さな薄赤い可愛らしい花が咲いていた。また活動写真にある背景はこの辺りを映したのであろうと思われるような松並木のある街道を通った。私の手下袋の中には奈良の薬師寺で拾った瓦や東大寺で買った金や色々のものが入っているので手が痛くなって そこの松並木の下の草原でしばらく休んだ。はるかに木ーの山々が望まれた。海の上を行って、五十里はあれど、百里はあるまい、と思うと、学校時代に最も親しかった、ただ一人の友のいる国の山が見えるのに、ここまで来て、その友に会わずに帰るのが悲しくて、またいつか来られるのかわからないのにと思うと、 停回して去るには忍びなかった。厚森蕎麦屋に来て、この友に絵はがきに頼りを書いた。十五六歩左手に厚森の墓がある。やっと一杯のそばを食べた。それに、ハエが多いのでうるさい。風もなく、日は山地に照りつけて、どこからともなく、セミの声が聞こえてくる。夏みかんの皮を剥きながら、 この草吹小屋のうちを見回した。豊島の女がただ一人、彼方で後ろ向きになって針仕事をしていた。そばを食べると昔の歌を歌って聞かせるという話だが何も歌わなかった。私がこの小屋を出るとき、二人旅人が入ってきた。